でも勝てますか。だから勝てるんですよ。彼は自分の顎に自信を持ってるんですよ。僕は顎に自信がないんですよ。で、彼はパンチがあるんですよ。僕はパンチがないんですよ。だから僕は勝てるんですよ。坂本に一発がある。僕はパンチがないんですよ。それを知ってる。だから手数で勝負するんですよ。相手の打ち終わりにパンチを狙うんですよ。狙い打ちするんですよ。坂本先生はパンチあるからワイルドになる。それ僕はパンチの名前知ってるから小さく細かく番号弱いの知ってるからブロックもしっかりやる。坂本選手は多少打たれても構わないという覚悟が出てくる。僕は手数を出す。だんだん弱るで倒れる。今日の喧嘩は有意義な喧嘩でした。はい、楽しい喧嘩でした。非常に楽しかったです。久しぶりに勝ちすぎて思い出しました。